若さだけだもん価値は。よその人たちとかその地域に迷惑かけなきゃ何してもいいと思うけど、まあすでに存在が迷惑かかってるんだな、その地域にとっては。もう見たのね、めちゃしてたね。できたら株一気に上がるぞ。しねえだろ。プラスの方向に持っていけたらね、支援する意味だ。そしたらすげえ株上がるぜ。人としてもまた税金上げると思うよ。上げるでしょうね、うん、でまたか、うん、今何十パーだっけって忘れるぐらい税金高くて、たまになんかあれじゃないっていうか、なんか周りの物価が上がりすぎて、やっぱ今さ、そう税金何パーだったっけって一瞬なんか麻痺するぐらい変な感覚だけど 10% でもらったんですよ。あー、まあ消費税の昔 4% だったあの頃に買いたいわ。消費税上げんなら医療費タダにするとかなんかやってくれよと思う、海外みたいに。しねえな。海外はそれが成り立ってるから高くてもみんなさ不満なくやってるんじゃない、うん、ね、うん、20% とかにしてもさ、医療費がタダとかさ、学校タダとかそういう制度あるとかでしょ。どうしたの？なんで今まだしたんですか？したくなったからだよ。怒っていいよ。なんでお前おならしたって困んねん。バミン。デビー。バ。止められねえんじゃねえって場所だったのに。どこにできたの？いや、前からあるでしょって。どこだったか忘れちゃった。
クロ、ガイアも潰れたな、パチンコ。さりげなく一緒に買い物連れてってもらうとさ、ちょっぴりなんか物買ってもらえるのが嬉しかったりする。ガイア潰れたぞ。何ガイアって、ガイアパチンコだ、ガイアってやつだ。そうなんだ。ホイヤーさんはここにいるよ。なんか押しちゃった。まあ別に。あ、プレステ4で出てたんだ、海外版。いいな。画廊伝説1ってなんであんなにひどいゲームだったの。対戦できないんだよ。対戦できないっていうか、あの3人しか選べない。電吉って名前なんだよ。熱くね、今日熱いよ。温度下げよう。埼玉めちゃくちゃ暑いな、急に。今日暑いね。気温下がるっつって、うちの方だけじゃん、寒い。東京さすがさ。あ、なんだこれ、パチンコ屋かよ。何やかと思った。ゴープロじゃない。この絵怖くない？これジジイの絵ってやばくないか、これ。年金目当てだ。ひでえ看板だな。多いよ。普通に良さそうな絵に見えてひでえ看板だよな。じいちゃんばあちゃんを。娯楽施設じゃねえってよ、じいちゃんばあさんって。おじさんばあさんたちの本当の娯楽施設って本当にさ、なんかどっかの区民館みたいなところでさ、地域のおじさんばあさんたちが集まってお茶べくったりとか、ちょっと遊ぶとかさ、なんかそういうあれじゃないの、なんか一緒に散歩するみたいなさ。全然考えないじゃん。それが本当の娯楽だよねって。だってボケないじゃん、動けるし、動くし、人と喋るし、楽しみある。怖えな、パチンコは。まあ、パチンコは、まあ、ある意味店員さんと話せるっていう利点はあるのか。家のあのパチパラとかだと声が、普通に見たらなんかまじまじと見たらとんでもねえ看板の絵だったね、うん、ちょっと驚いちまったよ。怖い、きっしょい。え、きっしょい、やばいよね。さすが。でもおじいちゃんのパチンコ玉みたいな顔のおじいちゃんのニコニコさんが言ってる後ろの横でさ、へへ、カモが来たみたいな顔で笑ってる、あのなんか家族みたいな横があって、え、センスねえな、GoPro じゃねえ、GoPro だっけ。初め風呂屋かと思った、絵的に。風呂か電気屋さんかと思った、レストラン。うん、あ、まあそれもあるね。なんか GoPro っていうから。全然違え、パチンコ屋かよ。なんかちょっとあの看板はねえな。あのなんかさ、ピークみたいなああいうキャラクター作って、それの看板の方がもう全然いいよ、まだ。今全然いないんでしょ、パチンコ屋。もう第何だっけ、4号機だっけのなんか名残惜しんでる人ぐらいしかやってないんでしょ、パチンコ屋。パチンコも終了だよ。終了だよ。スロットも厳しくしすぎなのかな。ずっとそう、4号機みたいなやつ続けてなかったもん。みんなだって北斗の拳とかあのラオウ出てくるやつ、あの時代のやつ楽しいって言ってんじゃん。海物語は楽しいと思ってた。海物語はね、まあ鉄板なのかよくわかんないけど、まだにサムが気持ち悪いってさ。あ、気持ち悪いんだ。いや、顔と体のバランス悪いから。顔がちょっと童顔っぽい変なさ、ヤサ男の顔なのに、首から下がくさ、スーパーマッチョなんだよ。マリンちゃんは可愛い、確かに。ワンワン物語も可愛かったね。ワンワン物語消えたよな、いっぱい。まあしょうがない。うん、で次に出したら海物語が大ヒットしたからじゃないの。でもその大ヒットする前の前作をやるのが楽しいよねみたいなね。うん、だから私、だからあのクソゲー系が好きなんだなってちょっと改めて思ったわ。なんかそういうタイプなんだよ、自分。ね、俺ね、パチンコで一番クソとなのかとはね、なんだっけ、新日本のなんか